度がいい方が明日九州が結構強力っすね。そうですね。さんになんか並ぶみたいな。はい、はい、やることは一つですね。まあ力勝負して勝てるような感じがします。そうですか、はい、それだけじゃお話つまんないんでなんか105期の藤井選手もね決勝乗って。あ、そうですね。なんかやっぱり真上で喋ってましたけど。あ、どういう話？レースの話ですか？レースの話です。まあ、やっぱり小笹選手が練習してるっていうのをすごく刺激になるっつってなんか持ち上げてました。あ、でもそうですね。まあでも2日間あんま良くないって言ってて、藤井が内容が。ああ、そうですね。あ、まあ初日どうしたらいいですかみたいな感じで聞かれたんですけど、まあ、私絞らへんかったらいっちゃうって言って引いたらすぐ行ったなって言って、はいはいはい。まあ、初日はでもあのタイミングで、いやでも遅すぎるんじゃないですか。ジャンマイでも引いてたんで行っちゃう、はい、あ、藤井の足やったらここから行けると思う。そうですね、まあ、去年デビューして、はい、藤井もめっちゃ強くなってると思うんで、出てから。そうですね、はいはい、前ここ来た時にはそんなに印象はなかったんですよ。同伴やったし。あ、同伴だったんですか。はい、一緒の部屋やって、はい、どんな子でした。結構適正で、あんま自転車乗ってなかったからめっちゃ真面目やったですね。どうしていいですか、どうしていいですか。あ、俺もあんまり分からへんかったんで、はいはいはい、何とも言えへんかったですけど、はい、岐阜だとね、堀健二さん、はい、堀のが出世が早かったじゃないですか。そうですね、そういう、まあ、堀も強いです。やっぱ堀にあんまり先着してないんです、堀と戦いは。本当ですか、はい、じゃあ倒さなきゃいけないですね、はい、まあ、まあ、とりあえず明日です、ね、とりあえず。そうですね、明日頑張ります、はい、頑張ってください、はい、勝てば完全優勝です。まあ、意識せず、はい、勝てるように、はい、自然体で、はい、後ろの先輩も虎視眈々と狙ってると思います。そうですね、負けないわ。ありがとうございます。